皆さんこんにちは。今回の動画では、OpenAI が発表した ChatGPT にも実装予定の AI 検索エンジン SearchGPT、 中国以外のユーザーも使えるようになった動画生成 AI ツール KlingAI、 最大8秒の高画質動画を生成可能な動画生成 AI ツールの最新版 Pixverse V2、高品質な 3D モデルを生成できる AI ツール iUni など、ここ1週間の間にリリースされた最新の AI ツールの概要と使い方を紹介し、イーロン・マスク氏が Grok 2.0 と 3.0 のリリース予告、 Google が数学オリンピック銀メダリストレベルの AI を開発など、 AI 関連の最新ニュースをお届けします。それではよろしくお願いします。まずは、OpenAI の SearchGPT の紹介です。OpenAI は、7月25日、インターネット上の情報にリアルタイムでアクセスできる AI を搭載した検索エンジン、SearchGPT を発表しました。OpenAI のニュースリリースによると、SearchGPT は、フォームにテキストで質問文を入力すると、AI がネット上の情報をまとめて回答してくれる仕組みになっていて、回答には情報源の URL や関連ソースへのリンクが提供され、追加で質問しても答えてくれるようで、グラフや動画、画像を駆使して視覚的に分かりやすい回答も提供してくれるようです。 OpenAI は直近で米国の経済誌ウォールストリートジャーナルの親会社であるニュースコープ、米国の月刊雑誌ジアトランティックの発行元であるアトランティックなど複数の大手出版社と提携していますが、テクノロジー系のニュースメディアザ・バージの記事によれば、これらオープン AI と契約した出版社は、自社のコンテンツが SearchGPT 上にどのように表示されるかを設定できる管理画面的な機能が提供されるようです。SearchGPT はこの動画を作っているタイミングではまだプロトタイプで、一部のユーザーのみに開放されていて、将来的にはChatGPT の中に組み込まれる予定のようです。なお、 SearchGPT のプロトタイプ版を使いたいユーザーは、ChatGPT にログインした状態で SearchGPT のページに行って、ジョインザウェイトリストボタンを押して順番待ちリストに登録すれば、後日利用できるようになるとのことです。続いては、クリング AI のグローバル版の紹介です。テキストや画像から高品質な動画を生成できる AI プラットフォーム、クリング AI ですが、発表直後から、OpenAI が公開予定の空に対抗する動画生成 AI として人気が高かったのですが、利用する際に中国の電話番号が必須ということもあり、中国以外のユーザーには敷居が高かったのですが、この度メールアドレスを用意すれば利用できるグローバル版が公開されました。クリング AI のグローバル版は、ツールページに行って右上にあるサインインボタンを押し、任意のメールアドレスを登録し、簡単な認証パズルをクリアすれば、毎日66ポイントの動画生成クレジットが付与されるので、ある程度無料で利用できます。動画を作るには、ログイン後の画面の上部にある AI ビデオズボタンを押した先のページで、テキストトゥービデオタブのプロンプトの部分に作りたい動画のイメージをテキスト入力し、ジェネレートボタンを押せば動画が生成されます。なお、イメージトゥービデオタブを押した先の画面で画像から動画を作れます。クリング AI の詳しい使い方についてはこのチャンネルの別の動画で解説していますので、興味のある方はそちらの動画をご覧ください。続いては、 Pixverse V2 の紹介です。テキストや画像から動画を生成できる AI ツールの最新バージョン Pixverse V2 が公開されました。V2 では最大8秒の動画生成に対応し、生成する動画の細部や動きが強化され、スタイルや主題などの一貫性を維持した1個から5個の動画を作れるようになりました。
ピックスバースはツールページの右上にあるトライピックスバースボタンを押して Google アカウントなどを使ってログインすれば毎日動画を生成できるクレジットが付与されるのである程度無料で利用できます。ログイン後の画面左側にあるピックスバース V2 ボタンを押した先のページでピックスバース V2 に対応した動画を作れます。試しにフォームに東京の街を歩く猫と入力してフォーム下部のプラスボタンを押し、森の中を歩く猫と入力してプラスボタンを押し、家の中を歩く猫と入力してプラスボタンを押して、フォーム右側の動画生成ボタンを押して動画を作ってみましたが、このような感じで同じ猫が東京の街と森の中と家の中を歩いている動画が生成され、作った動画はダウンロードできます。なお動画を作る際に 8S の部分にチェックを入れて動画を作ると8秒の動画を作れます。続いてはアイウニの紹介です。画像をアップロードするだけで画像を高品質な 3D モデルに変換してくれる AI ツールアイウニが公開されました。アイウニはツールページに行ってページ右上部のジョインアイウニボタンを押し、アイウニのディスコードページに行って招待コードを取得します。そしてアイウニのツールページに戻り、ページ右上にある人のアイコンを押した後に出てくる画面で Google アカウントや招待コードを使ってログインすれば無料で利用できます。ログイン後の画面では上部にある 3D モデルボタンを押した状態でフォームにある画像アイコンを押して画像をアップロードし、フォームの右側にあるボタンを押すと 3D モデルが生成され、作った 3D モデルは各種 3D フォーマットでダウンロードできます。なお 3D ワールドボタンを押した状態でフォームに作りたい 3D 空間のテキストを入力してフォーム右側のボタンを押すと 3D 空間を生成できます。現状で公開されている 3D モデル生成 AI ツールの中でも生成される 3D モデルのクオリティは高いので、気になった方はツールにアクセスして使ってみてください。続いては Google Gemini の新機能の紹介です。7月25日、 Google は同社の無料 AI チャットジェミニで使える大規模言語モデルをジェミニ 1.5 フラッシュに変更したと発表しました。ジェミニ 1.5 フラッシュは現時点での Google の LLM の最上位モデル、ジェミニ 1.5 プロの軽量モデルで、コンテキストウィンドウは3万2000トークンに拡張され、以前よりも回答の全般的な品質と正確性が向上したとしています。さらに一部の国での英語のプロンプトに対してジェミニからの回答の末尾にあるアイコンを押すことで関連する情報にアクセスできるようになりました。この機能はジェミニのハルシネーションを減らす目的で実装されたとのことです。続いてはドリームマシーンの新機能の紹介です。ルマ AI はテキストや画像から高品質でリアルな一貫性のある5秒の動画を生成できる AI ツールドリームマシーンに新機能として生成する動画をループさせる機能と動画のエンドフレームを設定できる機能を実装しました。ドリームマシーンはツールページのトライナウボタンを押し Google アカウントでログインすればログイン後の画面にあるフォームを使って月に30個無料で動画を作れます。ループ機能は例えば花火の画像をアップロードしてフォームに花火が打ち上がるというプロンプトを入力後、フォームの下部にループという項目ができているのでここにチェックを入れ矢印ボタンを押して動画を生成するとループする花火の打ち上げ動画が生成されます。動画のエンドフレーム機能は画像を使って動画を作る際に画像をアップロードしてから画像にマウスオーバー後に出てくる入れ替えアイコンを押せば画像をエンドフレームに設定して動画を作れます。なおドリームマシーンの使い方についてはこのチャンネルの別の動画で解説しているので、
興味のある方はそちらの動画をご覧ください。続いてはスノの新機能の紹介です。ボーカル入りの楽曲を手軽に作れることで人気の音楽生成 AI ツールスノは7月24日生成した楽曲からボーカルとインストゥルメンタルを分離できる機能を実装しました。この機能は有料のプロとプレミアユーザーが利用可能で、各楽曲にある3点アイコンを押した後に出てくるポップアップ画面で、ゲットステムスの部分を押せばボーカルとインストゥルメンタルを分離できるようです。なおスノに関しては有料版に実装された機能はしばらくすると無料版でも使えるようになることが多いので、このボーカルとインスト分離機能もいずれ無料版に実装される可能性が高いです。続いてはステーブルビデオ 4D の紹介です。スタビリティ AI は一つの動画から8つの異なる視点の動画を生成する AI モデル、ステーブルビデオ 4D を発表しました。ステーブルビデオ 4D は画像を動画に変換するスタビリティ AI のステーブルビデオディフュージョンモデルを基盤として作られていて、動画をアップロードして任意の 3D カメラアングルを指定すると8つの新しい視点の動画を約40秒で生成でき、画像拡散モデル、動画拡散モデル、マルチビュー拡散モデルという3つの AI 技術を組み合わせることで空間軸と時間軸の一貫性が大幅に向上したとのことです。なおステーブルビデオ 4D はまだ研究段階で、ハギングフェイスでモデルデータが利用可能で、将来的にはゲーム開発、動画編集、VR などの分野での利用が期待されます。続いてはマイクロソフトの Bing ジェネラティブサーチの紹介です。マイクロソフトは同社の検索ツール Bing に新たな検索機能 Bing ジェネラティブサーチを導入しました。この検索機能では生成 AI と大規模言語モデルを組み合わせることで、ユーザーの検索テキストに対してカスタマイズされた動的な回答を提供するとしています。 Bing ジェネラティブサーチはすでに Bing の日本語版にも導入されていて、 Bing 検索で例えば虎は何歳まで生きますかと入力して送信すると、検索結果の上部に回答の要約を出力してくれるほか、他の検索内容、主要コンテンツのウェブサイトのインデックス、虎の概要や虎と他の動物との比較情報などを表示してくれます。なおマイクロソフトは Bing ジェネラティブサーチについて今後もユーザーのフィードバックをもとに改善を続けていくとしています。続いてはイラストレーターとフォトショップの AI 新機能の紹介です。 Adobe は7月24日同社のデザインアプリイラストレーターとフォトショップに新たな生成 AI 機能を実装したと発表しました。イラストレーターではテキストからパターン画像を生成するパターン生成機能が強化され、シンプルな絵の画像から様々なスタイルの高品質画像を生成できる新しい生成塗りつぶし機能などが実装され、フォトショップでは Adobe の画像生成 AI ツール Firefly Image 3を使ってテキストから画像を生成する機能が実装され、さらに生成塗りつぶし機能が増強され、大きなサイズの画像に生成塗りつぶしを適用する際により鮮明な画像を作成できるようになったとのことです。イラストレーターとフォトショップにはこれら AI 機能以外にも細かい機能が追加実装されているようなので、気になった方は Adobe の公式ニュースリリースページを確認してみてください。ここからは今週発表された AI 関連のニュースを簡単にまとめて紹介します。まずはイーロン・マスク氏がグロック 2.0 と 3.0 のリリース予告の話題です。実業家のイーロン・マスク氏は自身の X を更新し、同氏が運営する AI 企業 XAI で世界最強の AI トレーニングシステムと称される10万台の NVIDIA H100GPU を搭載したメンフィススーパークラスターで
AI のトレーニングを開始したと発表しました。マスク氏は別のインタビューにおいて、グロック 2.0 はトレーニングが完了していて近日中にリリース予定、グロック 3.0 は2024年12月にリリース予定で、全ての指標で世界最強の AI を目指すと発言しており、グロック 3.0 の性能移管では XAI が AI 業界でのトップとしての地位を確立する可能性があります。続いては、 Google が数学オリンピック銀メダリストレベルの AI を開発の話題です。7月25日、 Google DeepMind は形式的な数学推論のための新たな強化学習ベースのシステム、アルファプルーフと幾何学問題を解くシステム、アルファジオメトリー2を発表しました。これら2つのシステムを組み合わせることで、2024年の国際数学オリンピックの問題で6問中4問を解き、銀メダリストと同等レベルのスコアを達成したとしています。技術的な詳細は Google DeepMind のブログに掲載されていますが、アルファプルーフのより技術的な詳細は近日中に公開される予定だとしています。なお、 Google DeepMind の CEO であるデミス・ハサビス氏は自身の X において、アルファプルーフとアルファジオメトリー2の機能を将来的にジェミニモデルに組み込む予定であると投稿しています。続いては、アルファベットが AI 効果で決算好調の話題です。 Google の親会社である米国のアルファベットは7月23日2024年4月から6月期の決算を発表しました。売上高は前年同期比 14% 増の847億4200万ドル、純利益は前年同期比 29% 増の236億1900万ドルとなり、好調を維持しました。 AI 需要でクラウド部門の成長が顕著で、売上高が初めて100億ドルの大台を超えました。この好調な業績により、アルファベットの強固な成長基盤が再確認されました。続いては、オープン AI による AI モデルの安全性向上手法の話題です。オープン AI は GPT-4 などの大規模言語モデルの安全性を高めるために、ルールベースドリワーズという新しい手法を発表しました。ルールベースドリワーズは人間のフィードバックを用いた強化学習ではなく、 AI を使って言語モデルを微調整する手法です。オープン AI の実験結果によると、人間のフィードバックを用いて学習したモデルよりも、ルールベースドリワーズで学習したモデルの方が安全性が向上し、不適切な回答の減少が確認され、トレーニングを迅速で安価にできたとのことです。オープン AI はすでに、同社の LLM である GPT-4 や GPT-4-Omni などでルールベースドリワーズを使っていて、今後は全ての AI モデルで使う方針だということです。続いては、エレクトロニックアーツが最新ゲームで AI 活用の話題です。ウォールストリートジャーナルが報じたところによると、ゲーム企業のエレクトロニックアーツが、2024年7月下旬に発売したカレッジフットボールゲーム、EA スポーツカレッジフットボール25において、AI 技術を用いて、1万1000人の大学フットボール選手の写真をスキャンして 3D モデルを作成したということです。 EA スポーツカレッジフットボール25の映像は YouTube などで見ることができますが、選手の動いている映像も非常にリアルです。続いては、テスラが XAI へ50億ドルの投資を検討の話題です。テスラのイーロン・マスク CEO は7月下旬に X を更新し、自身が設立した AI 企業の XAI に対して、テスラが50億ドルの投資を行うべきかどうかの投票を実施しました。投票結果は、回答者の3分の2以上が投資に賛成しました。その後、マスク氏は、投資を行う前にテスラの取締役会の承認と株主投票が必要であると述べており、今後の進捗に注目です。続いては、 NTT が AI を使って格闘ゲームの勝敗の事前予測を実現の話題です。
NTT の研究開発機関である NTT コミュニケーション科学基礎研究所は、7月18日、e スポーツにおける対戦直前のプレイヤーの脳波に、勝敗と強く関わるパターンが存在することを発見し、この脳波データを使って、高精度に試合の勝敗を予測できるモデルを、複数の機械学習手法で構築したと発表しました。従来は困難だった、番狂わせのような不確定要素の多い試合結果も高精度に予測可能なことを実証したとのことで、将来的にはこの技術を e スポーツ以外の分野である医療や教育などにも応用したいとしています。なお、この動画で紹介した記事やツールなどのリンクは動画の概要欄に貼っています。 AI ツールに興味のある方はぜひ自分の手で試してみてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。